竹戸ご飯と一人ごと、今日はなんだっけ、デイジーズカフェさんにやってきました。鎌倉駅からだと徒歩20分ぐらいだけど、まあ俺らは鎌倉から来たけど、全然長谷からだったらもう徒歩5分圏内なんで、まあ、そっちの方が来やすいかなって感じ。でもここもね、目の前海でとてもいい場所にあります。多分地元の人とかがねよく来るんじゃないかなって感じ。なんかジャスミンロイスが名物らしいんだよね。超楽しみ。僕だよジャスミン、わかる？捕まっちゃったせいで声優が変わっちゃったっていうディズニーの中でもまあ問題作の山寺宏一、捕まったらディズニー終わるんだからな。何の話どうでもいいんだよ。ということで早速行ってみましょう。ねえ、これエビスビールなんだ。500円ぐらいじゃなかったっけ。お店の大きな窓がすごいこう開放されて、そこにまああの道路沿いの席が設けられてるんだけど、なんかね、これは夜もいいけど昼も良さそうだね。海ぼーって見ながらお酒飲んで美味しいご飯食べて。いやー落ちたら、チーズ、寒くなって上着着ちゃった。あっ、うまっ。結構エスニックな感じのスパイスな香りがするんだけど、ひき肉がねしっかり味が濃くて美味しい。なんか何味って言ったらいいんだろうなこれね。でね、ピザ生地は結構クリスピーなあのパリパリ系なんだけどね、チーズがすごいどっさり入ってるから結構ボリューミー。なんかみんなで取り分けて食べるのがいいかもね。美味しいです。めっちゃうまそう。卵がたまんねえ。うまっ。分かった、これレモングラスだ。さっきのもレモングラスの爽やかな香りが。でもなんかさっきのピザとこのご飯とまあ同じもの乗っけてピザ版とご飯版みたいにしてくれてる感じなんだけど、ご飯の方がねレモングラスの香りがバッてくる感じ。お腹が減ってんだったらライスかな。でも酒飲むんだったらピザの方が進むかもしれない。美味しい。卵っていいよね。さらにこれ辛くもできたりするらしいから、辛いもの好きな人はぜひ。なんか最近左のがちょっと痛いんですよ。座り仕事のやりすぎかな。限界だよ。ほんとこのチャンネルで久しぶりにビール飲んだ気がする。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったけど、ジャスミンライスじゃなくてジャスミンズライスだ。ジャスミン、僕はやっぱちょっと2回目はきつい。結構どちらかというとエスニック系の味付けのものが多いみたいで、まあ今回ほぼほぼ同じ味のやつを頼んじゃったけど、目玉商品がジャスミンズライスズナなんで、やっぱねすげえ美味しかった。でも多分ねもっと他のものもいろいろ美味しいし、お酒の種類もめちゃくちゃ多くて、実はいろいろカクテルも頼めるんで、ぜひ昼から夜まで楽しむには最高なんじゃないかな。デイジーズカフェさん、ごちそうさまでした。